はい、皆さんこんばんは。趣味でするの主です。今回はここの X の長さを求めていきます。それではやっていきましょう。はじめなんですけど、まあ8対6、4対3ってことから補助線を引いたときに、4対3対5ということから、はい、10だということがわかります。で、その次が、これがポイントなんですけど、90度なので、180度の覆い方を作っていきます。この時に、延長斜線っていうのがここにつきます。なぜかといったら、中心で、なおかつ90度。円周角の定理で、まあ、ここは中心の時は90なので、絶対ここはつくということがわかります。半径90度、長さ一緒っていうところから、この三角形とここの三角形は合同な三角形だということがわかります。なので、ここの長さが10だということがわかります。また、相似の三角形が一つ見つかるんですけど、ここ角度共通です。この三角形とここの三角形は相似の三角形になるということです。ということなので、比の計算で最初にここの R の長さを求めていきます。R 対10は16対 2R ということが分かります。なので16対 2R。R の2乗は80ということが分かります。4ルート5ということが分かります。で、長さはマイナスないので4ルート5ということが分かりました。なので、ここの長さが、はい、4ルート5です。三辺の定理で、これ引く、これの2乗で計算が終わりです。そうすると、x の2乗イコール、10の2乗引く、括弧4ルート5の括弧2乗ということが分かります。さあ、これを計算すると、答えは2ルート5が正解となります。皆さんどうなんでしょうか？今回の問題が面白いと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の授業で。それではまた。バイバイ。じゃあね。